決して持論を曲げない、のんちゃんとぐっさんです。まあ、今雨の季節ということで、はい、昨日ですね、カタツムリのリポートを見たんですね。うん、で、そういえばカタツムリ最近見ないなと思って。ああ、確かに。なんか私が小さい頃は結構よく見ていたんですよ。梅雨時期になると、うん、こう、コンクリートのところ、壁にたくさんわらわら集まってくるんですが、もうなんかカタツムリスポットみたいなのがありまして。そんな密集してないですよ。みんなが集まってくるって感じで、うん、最近ほんとめっきりここ数年ほんと一回も見てないなと思って、うん、まあ私も子供の頃はよく見た記憶があるんですけど、なんかあれ年代が年代が多分全然違う、違いますよね。私の子供の頃は1980年代とかで、まだ生まれてもないんですけど、かなり違うんですけど、でも子供目線だからよく見れたかもわからんでしょ、うん、いや、違います。すいません。すいませんけど、いや、違います。低い、低い。違います。違う。そういうことじゃない。小学生くらいの時に、うん、まあ普通に大人でも確認できる壁の高さに密集してるカタツムリボールがあったんです。カタツムリボール。そのカタツムリボールがもうなくなったとこじゃない？あ、そこにもう行くことがなくなってしまったので。うん、やっぱりそういうことです。いや、だから違う、別に家です、普通に。自分の住んでたマンションの下。あ、そういうことですか？ね、うん、そのいっぱいいるところに、うん、まあ、行かなくなったとか、うん、目線がやっぱりこう高くなっちゃったとか。違う、そっか、そういうものかな。よく下見て公園とかでアジサイとか見てるじゃないですか。アジサイとかの乗ってるところも見ないですし、うん、だってダンゴムシは見ますでしょ。ダンゴムシは見ますよ。すごく下にいるじゃないですか。ねえ、カタツムリだって下にいるわけですから見る。カタツムリってでもあんま地面歩いてないですよね。あ、そっか。うん、それもその壁とかにくっついてる。うんね、地面はナメクジとかだったらそうなのかわかんないですけどね。うん、なんか壁の上とか壁に確かにくっついてる印象があるんですけど、私、うん、も全く見なくなる。え、ですよね。ここ何年くらい見てないか統計取れてたりしませんか？ああ、カタツムリ。カタツムリ初見っていうのは取ってないんだ。それだけ見てないからか。ってことですよね。もし毎年ね、出てれば、絶対取ってると思います。うんうん、いや、そうなんですよ。うん、で、昨日、うん、あれみたいな。山口さんってカタツムリ観測してなかったっけみたいな話になったんですよ。はいはいはい、そうで、聞いてみようっていう話だったんですけど、そう。観測やっぱしてないですよね。それはやっぱ見てないからってことですかね、最近ね。あと、うん、やっぱり、目線が高くなって。ね、引かないなぁ。もう、互いに引かないですからね、ここ。そうですね。もう、イメージ、まあ、個人的なイメージですよ、ね。個人的なイメージです。じゃあ、それだけはごめんなさいけど、納得ができないです。同じこと言ったら、ダンゴムシだって見つけづらいですからね。うん、あ、ダンゴムシはでももう。なんなら、コンクリートの色と同化してますからね。同化してますよ。もうあれ、めちゃくちゃ危ないんですよ。うん、だからそうね。なんかそこを見てるっていうことは、カタツムリなんて絶対目に入ってるわけですよ。もしいれば。そうですね、うん。地面歩いてる系は、目にしますけど。うん探してみてください。ありました。もしよかったら。スポットを見つけたいとか。そうで、私もだから言われてみればと思ったので、ちょっとこれからは茂みとか。わかりました。かき分ける。かき分けるまではいかなくても。いやでもね、普通に子供の頃は目についてたはずなのに、不思議だなと思った次第でございます。ね。なんかすいません。なんか思わぬところで譲れない戦いが出てきて歩いててそこら辺の壁ですよ、うん、こういうこの高さですよ。モニターの高さが目に入らないなんていうことないじゃないですか。どんなに成長して背が高くなったとしても。そう、でもあれですよ、言わせていただいたんですけど、うん、大島さん子供の頃の20年前、うん、いっぱい見てた頃、はい、うん、私すでに20年前にはカタツムリを見てないですね。あ、確かに。あ、やばい。劣勢になってまいりました。そうなったらじゃあ天気見ていきましょう。もう劣勢になった。行ったことはね、ちょっとドローで。
え、悔しい。なんか違う。私が言いたかったこととなんか違った。まあいいや。ということで。